なんでもないです。BGM つけないとやばい、これは事故る。いやみんな200万人本当に本当にありぺこー、どうもありがとう。日に日にというか、ホロライブに入ってから涙もろくなった気がする。いや、もっと笑顔でありがとうって言いたかったわけなんだけど、ちょ、感極まってる。もう、ありがとう、おめでとう、たくさんありがとう、ペコ。嬉しい、普通に嬉しい。ありがとう、たくさんここまで応援してくれた人もありがとう。200万人いけた。100万人とはあの時のやつとはちょっと違うけど、感極まってる。いや本当にみんなありがとう。で実際ちょっとなかなか目指してるけど、なかなか200万人難しいって思ってたりもしてた時もあるし、けど応援してくれるみんなが一緒に頑張ろうって言ってくれたおかげでここまで来れました。今日知ってチャンネル登録してくれた人もいつも応援してくれた人も本当にありがとう。実際ちょっと暗い話になっちゃうけど、るーちゃんがいなくなってちょっと3期生大丈夫かなとか、これから実際ペコラ大丈夫なのかなとか、心のどっかですごいあって、不安になりながら活動してた部分が実はあって、けど他の3期生だったり他のフロメンたちと楽しくできたり、みんなとバカやりながら配信できて、ここまで頑張れた、よかったなって思います。演説してるみたいになってる。実際マリンに200万先に越されたのも実は悔しい部分もあったりもするけど、でも嬉しい、自分も200万人いけたことはすごく嬉しく、マリンも200万人いて本当におめでたい気持ちで、ペコーラもおめでとうって言えたし、
これからも目標を持って頑張りたいなって思います。間違えちゃうこととかいろいろ良くないことをワンチャンやる可能性があるうさらぺこらぺこですがこれからも温かく一緒に楽しみながら次は300万300万とかいけるのかわかんないけど300万かな。次目指す大きい舞台は300万。冗談でいつも言ってるけど1000万人のダイヤモンド盾がペコラは欲しいからこれからも一緒にペコラストーリーを歩んでいただけたら嬉しいなって思います。そう、限界とかはないペコですからね。これからもちょっと頑張ろうみんなでいやマジで自分で言うことじゃないけどさ、マジ毎日ねペコーラさん楽しいんだよ。配信がすごく楽しくて、いや楽しいんだけど結構頑張ってきた部分もあったから、ちょっとこうやって200万人本当いけたことはとても嬉しく本当に思います。マジでありがとう、みんなに感謝を伝えたいしありがとうでもなんかやっぱ緊張してた部分が大きかったところがあったのかもしれないな。いやーいったね、嬉しいペコです。本当にありがとう、本当にありがとう、感謝しきれないぐらいありがとうございます。いつも支えてくれて見てくれて、泣くと思ってましたよそんなペコーラは泣き虫じゃないんだけど、なんかあんたたちに泣かされてる気がするなんかあったかい言葉とかさ、みんなのその思いだったり言葉でなんか泣かされてる感じがすごいするわ。ペコーラマジで本当にホロライブ入ってからこの泣くの多くなったわ。それまではもう鉄壁のペコちゃん、鉄壁っていうの違う、なんて言うんだっけ、泣きを見ないペコちゃんみたいな言われるぐらいだったのに、女を泣かせてしようと、そうだよ本当ペコだよ。いやね、本当にありがとう。嬉